さまざまな病気から身を守り、健康的な生活を送るために必要な知識や治療法、予防方法を専門医から学ぶテレビ健康講座「すこやか見聞録」。17回目は外科の浜崎隆文さんに腹部大動脈瘤についてお聞きしました。先生今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。 今日は腹部大動脈瘤ということなんですがどんな病気なんでしょうか動脈が弱くなって鼓部のように膨らんでいるものを動脈瘤というふうに言いますこのように膨らんだ血管は弱いので破裂して大出血する危険があります大きくなっても症状が出ないことがほとんどなので突然死の原因となる病気です 腹部大動脈はお腹の中で一番太い血管で直径が約2センチありますその大きさが3センチ以上になると大動脈瘤と言われ5センチを超すと破裂の危険が高まりますどのくらいの人がこの病気にかかるのでしょうか年齢とともに血管は傷んでいきますので高齢者ほど頻度は高くなります 七十歳以上の方の男性の二十人に一人、女性に百人に一人程度はかかる病気です。女性より男性の方が圧倒的に多いという特徴があります。有名人では作家の柴良太郎さんや俳優の米倉坂俊さんがこの病気で亡くなっておられます。どうしてこの病気にかかるんですか？はい、原因は動脈硬化です。 年を取れば取るほど、血管が傷んでいくことは避けられません。タバコを吸っていたり、血圧が高い状態が続いたり、コレステロールが高いとなりやすいです。また、遺伝が関係したり、女性より男性の方がなりやすいことが分かっています。この病気になっていないか、調べる方法はありますか？はい、この病気は？ 破裂するまでは自分でわからないことがほとんどです。腹部超音波検査や CT 検査で調べることができます。特に腹部の CT 検査をしてもらえば簡単にわかります。自分でわかる方法としては、へその周囲を触ってドキドキと波打つしこ,こりがあれば動脈瘤の可能性が高いです。破裂すると強い痛みが出ますが、 それまでは症状がありませんので痛みがないからと言って放っておかないでください。これが CT 検査の写真です。このように体の奥まできれいに写すことができます。大動脈の正常の太さは2センチですので大きくなった大動脈を正確に調べることができます。CT 検査はとても楽な検査です。ベッドに横になって 撮影時間は1分以内でできる検査ですではどんな治療をするんでしょうかはい、あのよく聞かれることなんですが残念ながらあ薬で治す方法は今のところありません放っておくと1年に3ミリから5ミリずつ大きくなりますタバコをやめると動脈瘤が大きくなるスピードが遅くなることが分かっています その他の薬は効果が期待されていますがまだ効果が認められたものはありません破裂を完全に予防するには今のところ手術しか方法はありませんどんな手術をするのか教えてくださいはい、えー、一般的な治療法と最近盛んに行われている新しい方法について説明しますまず従来の方法は お腹の真ん中を20センチ切開して大動脈に達します。で動脈瘤の上流と下流を遮断して丈夫なじ血管に丈夫な人工血管を縫い付けます。人工血管植え込み術と言います。ちょうど傷んだ土管を新しいものに取り替えるような治療です。この方法ですと。 動脈瘤を完全に治療することができます少し時間がかかりますし輸血が必要になることもあります3、4日は食事ができませんしその間は歩くことができません手術後10日から約2週間入院が必要になります最近多く行われるようになった方法を説明します ステントグラフと内装術というふうに言います。この方法はお腹を切開せずに足の付け根を5センチ程度切開するだけで行います。丈夫な人工血管を血管の中に絞り込んで挿入していき、血管の中から押し付けて置いてしまう方法です。この方法ですと手術の翌日から食事ができ歩くことができます。 1> 約一週間で退院が可能です体の負担が少ない治療法ですので特に高齢の方や心臓が悪かったり肺が弱い方などには勧められる方法です次にアニメーションを見ていただきますこのように足の付け根の血管から管を入れていきます それをガイドに絞り込んだ人工血管を進めていきます人工血管を積んでいるカバーを取り除きます続いてレントゲンで人工血管の位置や方向を調整していきます次に 体の外から人工血管を縛っている糸を引き抜くことで、えー、人工血管がステントの力で広がりますその後、風船を管に沿って進めて膨らませることで人工血管を大動脈に押し付けて固定しますその後、 反対の足の付け根から管を挿入し人工血管を重ねるように置いて完成させますもしも破裂した場合はどうなるんでしょうか破裂した場合大出血ですので病院まで救急車でたどり着ける人は半分程度です。手術室までで、たたどり着いた人で 緊急手術を乗り越える人は半分程度ですので、破裂した場合に助かるのは10人に1人か2人ということになります。昨年、当院で手術をさせていただいた患者さんは20人ありました。男性が女性の約4倍です。十分準備ができる場合は、皆さん元気に退院されています。破裂が起こって緊急手術する場合は、 年間3人ぐらいおられますけれども助かるのは半数以下ですでは予防方法はあるんでしょうかはい動脈硬化の予防と同じです、えー、食事は塩分控えめの和食が理想的ですタバコは血管を痛みますので今からでもやめてくださいではまとめです腹部大動脈瘤は 症状が全くなく、破裂すると突然死する病気です。もし破裂すると、家族はびっくりします。破裂前に手術すれば、ほぼ治すことはできます。心配な方は、検診を受けてください。腹部大動脈瘤が見つかれば、外科へ相談してください,、はい。先生、今日はありがとうございました。